他の場所だよな。タウンマップを見てみるといいぜ。タウンマップ、タウンマップ5番。他の場所なんか書いてる？あ、なんか出てるね。これか。天候切り替え。あ、晴れ。天候、そういうのもあるのか。なるほどね。まあ、目的地はここね。ちょっと上みたいね。まあまあ、とりあえずここのね、全然捕まえれてないんで。イーブイがいるのかと思ったら違う。イーブイはイーブイだ。イブイブイ。野生のポケモンごっこが現れたと自分で言っちゃうやつ。ひまり。まさしくイーブイ。なんだこいつ、ハゴロムフーズか。マホミル。なぜトレーナーに。ミルク、ミルク、ミルク。属性が全くわからん。水かな、ミルクだし。火効かない？ゴーストの可能性もあるな。まあ、ニトロチャージ。一撃。先生はレベルが18になった。20ぐらいかな、進化。あれれれ、もう終わりなの？720円よこしなさい。ポケモンの気持ちを知りたくてこんな格好をしてるの。リグダを捕まえよう。逃げられた。今の動き、トキ。野生のディグダが現れた。まあ、ディグダのモデルはまあモグラなんだけど、モグラって実際めちゃくちゃ穴掘るの遅いらしいからね。刻めるか。炎光石火。うん、いい刻みっぷりだ。いないいないバーじゃねえか。驚かす。モンスターボウ。はい、勝ちった。ディグだ。ふさふさじゃないこいつ。マグラポケモン。ディグダが通った後の大地は程よく、耕されて最後の畑。こいつね、ミミズだよね。ディグダ。まあ、大体ディグダって言われるとね。ディグ。ディ。グ。ダ。グ。ね。作品が違う。いつまでこれミスるだろうな。レベル18って結構高いよね。と、まあこいつは素早さ特攻ね、あと特攻と攻撃も結構高い。その代わり防御がめちゃくちゃ低いんだよね。特性アリ地獄、戦闘で相手を逃げられなくする。今作はよく逃げる伝説ポケモンとか出るのかな。地ならしと泥かけ。泥かけはちょっと、でも命中率確定で下げれるんだったら強いか。驚かす、ゴースト技。まあまあ、ディグだっつったら穴を掘るのイメージ。まあボックスに行け。今の声。にゃんぱち先生。にゃんぱちって誰だよ。銀の粉、虫タイプの威力は見たことない。マスポックリみたいなやつが。ゲッチュ。バケッチャーだ。見たことある。お見通しされた。木炭お見通しだ。やっちゃうなこれ。電光石火で刻めるか。
こいつゴーストか。キノコで刻めるか。刻める。葉っぱ買った。草ゴースト。いけ、モンスターボール。カチッ。よし、まだまだ全然普通のモンスターボールでいけるな。バケッチャ。カボチャポケモン。あ、ですよね。カボチャっていうか、あのパンプキンの顔、あのハロウィンのパンプキンの顔みたいなやつね。ゴースト、草、重さ普通のサイズ。この世にさまよう魂はバケッチャの、やっぱハロウィンだよね。ガボ、ガボにしよう。カボチャガボね。ドラクエに出てそうだけど、まあまあしょうがない。攻撃防御特防特攻がいまいち。お見通しだ。驚かす影打ち怪しい光。葉っぱカッター。もう葉っぱカッター覚えてるんだ、ね、急所に当たりやすい。初代の時はもう葉っぱカッターが一番マシな植物技だったな。ワンパチリーグだ。だいたい捕まえたかな。ベガジュウ。いっぱい来た。ビーガー、ビーガー。 EV の方がいいな。アタチ EV、 いろんな可能性を秘めてるの。ポケモンごっこのゆ EV が EV よ。 V、 いや EV も変わってる。 VV。 ねえ、ポケモン GO 仕様。ポケモン GO じゃねえ、レッツ GO 仕様になってる。ニトロチャージ。ゴーエンジシュートかな。ファイヤートルネードじゃねえか今の。はっ、アタチムイビー開けてちょんぼりしてるの。アタチイーブイ、大きくなったらどのタイプに進化しようかな。ほら、よし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 。なでなでして、なでなでしてだよ。ファーブルスコ、ファーブルスコ、ファーだよ。アイテムはないのかい。ああ、よそ見してたら突っ込んじゃった。先生、ワンパチ先生。まあまあ焼こう。ミドルチャージ。耐えやがった。そして電光石火。いや、順調にレベルが上がっていく。そろそろ次の進化のやつ来るか。まだまだやらせん。ミサイル針。初代の時はこれぐらいしか、ふう、ろくな虫技がなかったんだけど、これも弱いんだよね。ポケモンごっこのリック、バチェ。あらあら、雲だね。虫電気だったっけ。まあ焼くけど。ファイアトルネード。やだん。お、20だね。そろそろだろう。
アゴジムシ。この次マインクラフトに進化するんだこいつ。もうしょんぼりだよ。可愛くねえガキだな。僕もモンスターボールの中でゆっくり眠る。微妙になんか穴ありそうに見えるんだけど違うんだ。 あれイーブイがいるって思ったの。あらあらウール、一瞬イーブイがいるって思ったんだけど違うね。ポケモンごっこメスの方だね。やったぜ。あ、めちゃくちゃ経験値多かったぞよ。ここ EV 出るのかって一瞬思ったんだけどね、全然そんなことはなかった。ん、なんか見たことないですかこれ。あー、こっちのニュアンスまだだったっけ。ゲッチいや、もう悪なの確認したから捕まえてるな。お、ちゃんと右に捕まえたマークもついてるね。悪だっけ、ゴーストだったっけ。見つからない、見つからないね。ここその角度。ポケモンを育てて50年、育ち具合ご覧になりますか。ポケモンブリーダーのナリオ、ナリオカーとラフライ、まあ、電気。ほらほら、基本ニトロチャージ一発よ。多分耐えられるんだけど耐えられない。さらに素早さ、ハスボウ草だなこれは。カッパじゃねえか。ニトロチャージ、草水っぽい。まあ50年も嘘だ。どんどこどーん、すぐ嘘つくんだから。ポケモンが最高でもブリーダーがいまいちでは勝つのは難しい。すっげえ集まってくる、すっげえ集まってくる。正直はニトロチャージ、ダダダダンと。回りきったか。あそこに光ってるアイテムが。こっちにはない。力の粉を苦い代わりに60ヒットポイント回復。またニャース、なんでニャース。あ、もう終わってるか。清めのお札、野生ポケモンが出てきにくくなる、出てきにくくなる、言いにくいやつ。多いな。すげえ。いや、野犬まみれ。保健所行かねえと。どうせこれキングでしょ。もういいよ。どうしよう。
ドゲリやったか。それでオッケーかな。いいよ。鳴き声は変わらないんですね。うん、行ったな。よし、それじゃ先に進もう。回復はしておかないとね。タンタンタララーン。そういや、ね、いつの間にか時間が経っているはず。 ID くじ。はーい、抽選ロト88154、調べてみるロト。外れだったロト。外れだった。ボケジョブ。さあ、とりあえず完了したやつをね。どんな感じになるのかな。ただいま。モンスターのハンターなやつをね、思い出すね。猫ですね、猫。お、やっぱ2人。とても活躍したポケモンがいるようですね。経験値上げちゃう。大したことね。ヒールボールを一つ。大したことないな。水タイプポケモン、ノーマルタイプポケモン、アクポケモン。うーん、今一つ。何でも手入れをサボるといざっていう時困っちゃうんだよ。そう、髪の毛の手入れとかね。申し訳ない、エルダンの仕業で橋が汚れててね。掃除が終わるからちょっと待っててくれよ。いいよ汚れぐらい。まあまあ先に進もう。モンスターボール。さあ分回す。全体に 130% のダメージが与えられそうだ。自分の体を分回して相手にダメージを。行き止まりじゃん。変わらずの石。え、変わらずの石。別にこんなもんなくても B でキャンセルすればいいんだけど。力の根っこ120も回復。そんなに体力ないよ。お次お次。ワンパチ。ひねぐわ。ソニアいそうだな。丘の向こうに広がる景色、見たことがないなら見るべきだ。見たことあっても見るべきだよ。地上絵は、名前はついてないんだって。名前はまだない。伝説ポケモンだな、いわゆる。地上絵を撮影したけど本物にはかなわないな。でも撮った画像で見た時の感動は蘇るわよ。ワンパチー。あるある、連打しながら移動してしまう。リーフの石、早いな。謎の石のオブジェ、作ったのは人か、はたまたポケモンか。ワンワン。幼女ありがとう。ワンパチ。ヌヌワン。お、顔出し看板がある。君の考えを聞きたくてわざわざ来てもらったんだけど。考えって、宇宙人いない。明らかに。あの大きな地上は一体何だと思う。ブラックナイト、ダイマックス。いや宇宙人だろ、ダイマックス。それもあるよね、大きくなったポケモンに見えるし。3000年前の人が想像豊かで見たことのないダイマックスをかけるかなって。
大昔、黒い渦がガラル地方を覆い巨大なポケモンが暴れ回った。ブラックナイトと呼ばれた黒い渦って何なのか、ダイマックスとどんな関係なのか、それを調べるのが私、おばあ様の宿題は重い。貴重な意見に、リーグカードあげるねって。野郎のリーグカードをもらった。よし。野郎さんは草タイプの事務リーダーだからね。燃やしたり、むしゃったり。飛行タイプの技で攻撃がよく効くよっと。ついでに元気のかけらあげちゃう。元気のかけら2個をあげちゃう。ほら、ターフスタジアムでね。犬ぬわん。地上絵。顔、せっかくの顔出し看板なのに、顔出せねえじゃん。高さが足りない。この右側のリスっぽいポケモン、これも、これエモンガか？エセピカチュウで。なんで水の三輪が3つも。おいしい。これ汚そう。犬のワン。ダフタウンのどこかにお宝が埋まってるんだって。お宝のヒントは石灰を調べよう。最初は草、強いから弱いを2回終え。何のことだ。草、石灰、石灰、そもそも石碑がどこよって話なんだけど。石碑をお調べよう。ところどころ石碑あるけどね、調べれる。お、あ、こう、あ、そういうことね。石碑を調べよう。最初は草、水。さあ、まず草でしょ。草、強いから弱いを2回終え。まず草でしょ。草が強い、草に弱い、だから水、草、水、火かな。毒、同じだね。まず草を見つけないとどうしようもない。草、草、こんなん草入るわ。悪、わたわた。野郎さんは畑仕事の他に綺麗な花も育ててるんですって。お花を持ってるとポケモンがやってくるんだよ。草、あ、草ここね、とりあえず。草スタート。こっちが強いだから、これの弱点に行くなら次は水で、水の弱点に行くなら炎とかその辺だけど、飛行と毒は関係ないはずだから、まず見つけないと。炎あったわ。草、水、炎でいいんじゃない。御三家だよこれ、御三家。悪だね。よし、草ここだったよね。草、だーん、割と遠い。水左上だったっけ。右上はあれ飛行だったよね。水、邪魔だ。で、炎。お、いかにもな場所じゃないか。たたたたたたたと。達人の帯、使いこなせた黒帯、持たせると効果抜群の時、技の威力が少し上がる。ここはなかった。よし、じゃあ野郎の野郎のとこ行こうぜ。
初めてのジムバトル。まあまあ炎なんで思いっきり弱点だから多分楽勝だと思う。見ろよ草、あ、勝ってる。ウールを使わせたら最強だからな。お前もジムリーダーに勝てる。だって俺のライバルだから。じゃあな。タフスタジアム。ジムは何度でも挑める。諦めない心を試しているんだ。ジムリーダーのリーグカードにはいろんなエピソードが載ってるぜ。アルバム。やろう。野菜。野菜だよ、番号。選ぶと。あった。農家の息子。幼い頃からポケモンと共に仕事をすることで筋力、体力だけでなくポケモントレーナーとしての才能が磨かれたのだ。優しい性格のためか、強くない相手には本気を出しきれないため、ジムチャレンジで最初のジムを任されている。愛用のゴム長靴は踏ん張りが効いていいらしい。あったあった。兄であるチャンピオンダンデから推薦状を渡された、ポケモントレーナーだ。ダンデの試合を全てチェックしていると宣言。そのためトレーナーとしての力量は高いのではと関係者に噂されておる。ダンデによるとポテンシャルはあるが慌てやすい性格で試合ではせっかくの知識を発揮できないとのこと。ウルートは家の仕事をこなすパートナー連れて行っちゃったけど。あった。わずか10歳の時にジムチャレンジで初参加にてチャンピオンカップの優勝快挙を成し遂げた。初代の主人公じゃねえかよ。サトシか、お前は。以来、相棒のリザードンと公式戦含めて、無敗記録を更新。レッドだな、これ。無敵のチャンピオンと呼ばれ、ポケモントレーナーの憧れの存在となっている。ただし、道を覚えるのは苦手。さあ、君もレッツチャンピオンタイム。ナンバーワン。ホップ。189。わかんないな。まあ、ナンバーワンで1位なんでしょうね。で、野菜。ね、801じゃなくてよかったね、野郎。行きましょう。